皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。3月11日土曜日名古屋、3月11日曜日大阪、それぞれの日程で遊びに行きますよ、わーっていう感じのイベントのお知らせ動画でございます。お近くにお住まいの方、ご都合いかがでしょうか。お待ちしておりますで、まあね、それぞれの日程の、まあ、何をするのかという話になりますと、まあ、先日ツイッターでですね、まあ、ちょいとアンケートを募らせていただきました。3月11日名古屋、3月12日大阪、それぞれスケジュールが確保できそうです。ちなみに何をしたらいいと思いますかみたいな感じで、皆様からアンケートを募らせていただきました。ライブで、その次はマンツーマンレッスン、そしてセミナー、そしてオフ会、まあ、こんな感じの4択だったんですけども、なかなかそれぞれの票がですね、拮抗しまして、飛び抜けてこれってのが得意なくてですね、結構皆様いろいろとこうね、バーッと投票してくださって、その説は本当にありがとうございました。でこれはまあどうしたのかなっていうふうに思ったんですが、思い立ちました。全部やっちゃえそんな感じで、全部ぶっ込むことにしました。3月11日名古屋、こちら土曜日はですね、お昼はですね、東山公園駅っていうのがあって、そこの近くにですね、スタジオ246さんというとてつもなく綺麗な、とてつもなく素敵な、とてつもなく店員さんが気さくな、すごくいいスタジオがあるんですけども、本当も名古屋の人はみんな使った方がいい、スタジオ246、そこの7スタジオっていうね、ちょっと大きいスタジオをお借りしてスタジオライブを、させていただこうと思っております。けどスタジオライブといってもですね、ちゃんとこの音響とかも整ってるし、照明とかもあったりとかするので、まあね、いつものこのマティのマチコさんの、この迫力あるスラム奏法とかも楽しんでいただけると思いますし、まあ、90分ぐらいのね、ちっちゃいこのミニライブではございますけれども、いろいろこの演奏をお届けさせていただこうかなと思っております。で夜に関しては伏見駅っていうのがありまして、その駅から徒歩 4,5 分ぐらいのところにあるレンタルスペースを、ちょっと大きいところお借りして、でそこでですね、みんなでこのギターを持ち寄って、まあちょっとこの交流会というかオフ会というか、そんなことをしようかなと思っております。もちろんそのギタリストさんじゃなくても参加全然 OK ですし、一人でも全然大丈夫です。はじめまして、大歓迎でございます。でこのイベントスペースでこのね、みんなでこう集まって、まあその喋ったりとか、しつつで、合間にね、この僕もそのギター持ってきてるんで、まあちょっとセミナーじゃないけども、なんかこの質問があればそれに答えたりとか、まあなんかこういろいろね、ギターレッスンじゃないけども、そんなことをしたりとかしようかなと思っております。でこのレンタルスペースがですね、飲食物持ち込み OK なので、まあコンビニとかでね、まあ、お酒とかおつまみとかご飯とかを、まあこの買い込んで、まあそのスペース内でこうね、みんなでこうね、あはははって言いながらこのギターを弾いて、あはほほほほみたいな感じで、楽しんでいこうかなと思っております。先ほども言いましたけども、ギタリストさんじゃなくても全然 OK です。見学だけとか、喋りたいだけとか、なんか質問があるだけとかいう感じでも全然 OK なので、ぜひお気軽に参加していただけたら幸いでございます。翌日12日日曜日大阪、こちらちょっとこの日程がですね、名古屋と少し変わりまして、お昼が、アコギセミナーでございます。10名様15名様ぐらいを想定しているんですけれども、まあね、僕がアコギを持っていくので、その皆様にもアコギを持ってきていただいて、そのアコギのそのね、グループセミナーをちょっとさせていただこうかなと思っております。内容としては、その初心者中級者さんに向けた、まあそのコードワークの、話でございます。まあ、一応手としてはですね、まあ、G とか C とか D とか、まあ、そういったこの一般的なコードブックに載っているようなコードではなくて、ちょっとこのひとひねり加えたような、私がよく使っているその手癖のコードとかをですね、なんかこの紹介するような感じの内容にしようかなと思っております。ちょっとね、この知ってるだけでそんな難しくないんだけども、お、なんかあの人なんか複雑なコードを押さえてて、ちょっと上手そうじゃないみたいな感じの風に思っていただけるような、なんか周りに思わせられるような、なんかそんな感じの内容にしようかなと思っております。で夜に関しては、こちらミニライバーの交流会ということで、大阪の場合はですね、心斎橋駅と難波駅の間にあるレンタルスペースなんですけども、昼も夜も同じ場所です。で夜に関しては、そこの場所にこのちょっとしたこのステージみたいなのがあるので、そこでこのミニライブをさせていただいて、でまあ名古屋と一緒でね、コンビニとかで、まあ、ご飯とかおつまみとかお酒とか買ってきて、まあ、みんなでこうね、わははみたいな感じで語り合うみたいな感じの交流会させていただこうかなと思っております。まあざっくり日程と内容を紹介させていただくと、そんな感じでございます。どうですか、ちょっと面白そうじゃない、ちょっと楽しそうじゃない。なんかね、ギターをね、持ってね、みんなでこうワイワイするだけでもね、意外と結構楽しかったりするんですよ。で夜のこっちのね、名古屋の方の交流会もすごくおすすめですし、あとね、なかなかそんな僕一人でこのミニライブというか、そのね、音響設備があるところで、しっかりこうライブをするということもそんなにないので、ぜひこの名古屋のお昼も来ていただければと思いますし、投資の参加でももちろん大歓迎でございます。そんな感じでございます。いかがでしょうか、ちょっと楽しそうじゃない、ちょっと面白そうじゃない楽しいぜ、私が楽しいぜ。
ババン楽しいですね、私が、そんな感じでございます。もしね、その興味があるよという方いらっしゃいましたら、概要欄の方にお申し込みフォーム、置いておきますので、そちらをチェックしてみてくださいませ。そちらの方にこうね、詳細の時間とか、なんかこの、まあ、応募要項というか、まあ、その注意事項みたいなのもあったりとかするので、そちらの方をご確認いただいて、もし差し支えなければといいますか、まあ、そのスケジュールが確保できそうでしたらば、ポチッとお申し込みの方をしていただけたらすごく嬉しいなというところでございます。よろしくお願いいたします。そんな感じで終わりにさせていただきましょう。何かご質問とか、気になることとかがあれば、ぜひバシバシとコメントの方残していただけますと幸いでございます。それではそんな感じで3月11日の土曜日名古屋、3月12日日曜日大阪、それぞれの日程で皆様にお会いできることをとてつもなく楽しみにしております。初めましての方大歓迎です。竹谷さんと会ったことないな、ちょっと会ってみたいな、なんか写真とか撮りたいなとか、なんかちょっとこの聞きたいことしたいなとか、なんか私のギター弾いてほしいなとか、なんかそういうのもありましたら、もうバシバシともうどんどん参加してくださいませ。何せ私はそこにいるので、目の前にいるので、バシバシといろいろとこうね、無茶ぶりをしていただけたら、嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ではそんな感じで終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。また違う動画をお会いしましょう。さよなら、グッバイ。じゃあね。先に言っておくと、実際やっても、本当は動画のままですねって感じなんで、そこだけまあ、用意していただければ、幸いでございます。よろしくお願いします。それでは、グッバイ。さよなら。じゃあね。